はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は RUS79U コンプロマイズを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。ほう、末期機の銃に茶色いマガジンで RUS79U ってなんか乱暴な字で書いてあるけども、まあ、一見すると色合いだけでは可愛くも見えるな。カスタムはこちら。命中率、機動性、操作性を上げるっていうだけで一見良さそうに見えますが、バレルがライトバレルのショートなんで遠いところを狙うのはちょっとしんどいんじゃないかな。まあ、ストックとリアグリップで多分命中率と操作性をカバーしてるっていう感じですね。弾薬はね、38ラウンドの拡張マガジン入ってるんで、自分みたいに打ち漏らす人にも使いやすいとは思うんですけども、やっぱりショートっていうのがちょっとネックかなっていうところですね。まあ、RUS79 のコンプロマイズのカスタムがこれなんで、このままのカスタムで行ってみたいと思います。今回はチームメイトのプロと戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はモナストリー、行ってみようぜの前に、ちょっと RUS のサイト、こんなだったっけ？あ、そうか。前に赤いのが塗ってあるから撃ちやすいかな。どうだろう？左の方から攻めてみや、いきなりタンドラにバギューされちゃったね。うわ、痛いわ、こら。とりあえず、じゃあ真ん中の方から攻めるかな。あ、ピロが撃ってくれてるね。ありがたいね。MG42 で、もうめちゃくちゃ連射してるね。いよいよ。さあ、真ん中来るかな。今、ちらっと見えたけど、はい、倒して。で、持ってリロード。後ろ来てない？あ、後ろ来てないね。ここはもう一度見たけど、いない？あ、来た。うわ、スライドしたよ。びっくりした。ああやって消えられるとね、ちょっとびっくりするね。まあ、腰ダメで粉砕できたからよかったけども。さあ、あ、もう一度来てるね。うわ、またスライドしてる。はい、倒して。で、待って、リロード。じゃあ、こっちの道の方はどうかな？来てるかな？今、やられてるね。あ、来てる。オッケー、倒して。あ、無駄弾、使いすぎ。はい、倒して。で、待って、弾をもらって。ちょっと待って、ハンター、キラードローン発射。当たるかな。ああ、またいらないとこに当たったな。ラジコン、オン。これは撃てる？おお、あ、ラジコンのところ早かったね、この人。あららら、やられちゃった。まあ、いいか。おお、こんなとこまで来てるよ。はい、倒して。わっ、待って、そこ行かない方がいい。上から MG42 が撃ってる。言わんこっちゃない、もう。絶対あの音上から MG42 撃てるの。はい、タンドラを倒して。一番最初のね、仇は取りましたよ、自分のね。さあ、まっすぐ行って、あ、何にやられた？ん？あ、ハンターキャドル。ああ、もうあれ、もう真上とか後ろの方から来られたら分かんねえもんな。ん？ウェルカバだ。はい、倒して、あ、多分マガジン変えてたな、ね。うん、そうじゃなかったら撃たれてたよ、多分。こっちの中から入っていこうかな。こっから撃てないかい？あれ、いない。あ、バギョンいってるね。なんだ？どこでスナイパー撃ってる？響いてるから建物の中だと思うけど、こっちではないな。多分真ん中の建物にいたんだと思うんだけど、誰かやっつけてくれたか？ちょっとゆっくり歩いていって、ん？足音するね。あ、いた！あ、暴発しちゃった。危ねえ。バレたかな？あ、バレてない？オッケー、後ろからダダダダダ、はい、倒して、んで、もっと。で、この上りしにこいつを巻いておきましょう。久々に使います。ハイフを巻いて虫さんに頼みましょう。登ってきた人は虫さんの餌食ですよ。んで、ここでこれいないな。誰も登ってこないし、じゃあここは、あ、下で誰か撃ってくれてるのか。オッケー、あ、誰か踏んだね。ハイブ、オッケーオッケー、ハイブ成功。あ、いる。はい、倒して。シャーク RC is ready。いや、来ないかな。ハンターキラードローン発射。あ、いけるね、あれ。あ、無理かい。あ、倒してくれた。あ、オッケーオッケーオッケー。ん？あ、当たったけど、ノーダメージだった。あらら。あ、なんだ今の真っ黒。もうまたあれ出るよな。あ、方向が効かなくなったけど、もう打ちっぱなしになって上に上がっちゃったよ、ずーっと。いやー、リコイルできなかったな。うわー、なんだよ。ちょっと危ない。はい、倒して。あ、もう一人いたのか。あ、DRH がいたんだ。なんてこったい。一人かと思ってた。よし、こうなったらラジコンでまた止めて、今度こそバシバシバシと撃って倒して、あ、
あ、スナイパーの人だったんだね。結構スナイパーこっちの方まで来る人なんだな。はい、倒して、いやちょっと遠いとこ打つとやっぱブレる感じだな。おっと、何にやられた、またハンターキラーの前にスナイパー見えたけどスナイパーじゃなかったんだね。ハンターキラーにやられたんだ。右にいたね今。はい、倒して、あ、誰かちょっと通り過ぎた人やっつけて、自分回り込むからちょっと。ここで、あ、終わったかな。はい、勝利、50-49、ギリギリ GG、 MVP いただけました、ありがとうございます。アピロイにありがとう。いやここね、無駄玉いっぱい使っちゃったね。横向きに打つのね苦手だからね。おお、ここはもうこんなとこまで攻めてくるとは思わなかったな、びっくりだよ。はい、レートは75。お、ピロもレート75でした。味方さんにいいねを入れてどうもありがとうございました。いやどうだろう、やっぱりちょっと遠く狙うとブレるような感じがするかな。はい、相手さん方にもいいねを入れまして、戦績の方を見ていきましょう。あ、いいねありがとうございます、いいねありがとうございます。戦績見ていきましょう。16キル6です2アシスト、ピロが15キル5です5アシストでした。いや相手の方も16キル16キルしてるんでね、いやもう結構頑張ったよ。3位の人が頑張ってくれたんだな、よかった。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。 RUS79U コンプロマイズ使ってみたんですけども、やっぱり自分はねライトバレルのショートは苦手かな。ちょっと遠く打つのにブレるような気がしてね、もうちょっとバレルは長めのやつの方はいいかなって感じですね。機動性はもともとある銃だし、あと残りのねストックとグリップで機動性も多少上がるし、命中率と操作性を上げてるのも主にこの2つなんでね、ライトバレルの分の機動性がなくなっても、まあ、結構早いと思うんでね動きはね、まあ弾薬はこれでいいとして、あと余ってるスロットに、まあ、いつも言うようにレッドドットサイトかタクティカルスコープを入れればもう十分なんじゃないかなと思うんですけどね。まあこの銃に関してなんですけども、これはねあのテーマのところでね、あのマスクっていうアイテムをもらって、それを貯めて1000ポイントだったかなぐらいのレベルメーターまで上がったらもらえるっていうやつなんですけども、まあ日々のねイベントで4つぐらいあったのかな、なんか BR で3位以内に入るとかランクマッチで1回勝利とかそういうのがあって、それをこなしていくごとにねマスクっていうアイテムがもらえるんですけど、それをねどんどんと貯めていけばいいだけなんで、誰でも無課金でねゲットできるんで、もしよかったらねチャレンジしてゲットして使ってみてください。まあでもちょっとイベントやるのもめんどいなっていう方がいらっしゃったらね、まあ、いつも言うように自分の RUS79U にこのコンプロマイズのカスタマイズをそのまま載せてもらえれば、この銃の性能と全く一緒になるんでね、色合いとかサイトの色とかが違うだけなんで、性能は本当に全く一緒なんで、それを使って楽しんでみてください。ではまた次回4待て。